まず状況確認から始まるんだよなこのゲーム実況を取り出すと今どういう状況でしたっけっていうところから始まっちゃうんで、ちょっとテンポが俺の中のテンポが悪いんですけど、どうもおはようございます、おもでございます。ときめきメモリアルガールズサイドを続き返っていきたいと思います。そうだな、今魅力と気配りがとんでもなく低い、あんまりいい女とは言えない女になってるんですけど、いやデートしたいんだけど、デートはもうちょっとステータス上げてからでいいのかな。ステータス上げた方が多分いいことは起こりやすいよねと勝手に思ってんだけど、だからやったことないこととかやってみるか。須藤なんだっけ、水木だっけと芸術語り合ってみるか。語り合うとは一体、芸術語り合ったらどうなの、パラメーター的にはどうなの。あ、気配りが増えんのか。あ、誰だ、あ、須藤さんだ。あー、今の子だよね。須藤瑞希さん、お嬢、須藤様、瑞希様、瑞希ちゃま、須藤さん、そうだな、お嬢お嬢なんだけど、瑞希ちって何。まあ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 、ここはちょっとやっぱ あの手の女は下手下手に出て持ち上げるのが一番いいと思うので、水木様一緒に帰りましょう。水木様今帰り。あら、玉子飯さん、なになに、怖い怖い、あなたもなの。なになになに、今なんか時空が歪まなかった。時空の歪みが発生しなかった。ね、一緒に帰ろうよ。ういうい、歩いて帰るのもたまにはいいかしら。自家用ジェットかなんかで帰ってんの。じゃあ帰ろう、たまにんじゅみたいなのならんかった。水木様と楽しく下校したすっかり下僕体質が生まれてきたな自分の中に。まあでも気配りが上がるんだな、学力が順調に下がるのが気になるけど、あ、このちょっと水木としばらく語り合ってステータス上げてみるか。ちょっと待ってね。あ、なんだ、あ、そういえば明日って三原くんの誕生日だ。三原くんって誰だっけ。三原くん、あーあーあー、あのあれだ、自分自身がアウトとか言う人だ。プレゼントを買いに行く。買うよね、八方美人こそが我が喜びなので。何を買おうかな。むずない、美少女写真集は一番外れでしょう。ビクトリア様式ハンドミラー、え、いや、ハンドミラーは相当嬉しいんじゃないか。僕の美しい顔を映すことができるみたいな話になりそうだよな。プレゼントもちゃんと用意したし、明日頑張って渡すぞ。三原くん、卵飯くん、おう、どうしたの。はい、誕生日プレゼントちゃんと呼んでくれるね、三原くんは。おやおや、僕はもうこれ以上何も与えられる必要はないよ。黙って受け取れ。まあまあ、そう言わずに開けてみて。これは、お、うん、素晴らしいよ。いいんじゃない。君は本当に僕のことを理解してくれてるんだね。そんなつもりはないんで、そこまで距離詰められると私も困るんですけど。ありがとう、大切にする。あ、でも喜んでくれたならよかったよ。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。誕生日に一リッチで喜んでもらえるってこんな楽なことねえよな。あ、K 君だ。うん、いたな、そんな人。せっかくだし、喫茶店寄ろうか。K 君、今帰り？あ、あ。ねえ、お茶して帰ろうよ。あ、別にいいけど。今日はいいんだ。よかった、それじゃあ行こう。何話そうかな。なんか喋れ。ねえ、ケイ君。なんだ？ケイ君ってさ、食べ物の好みって前聞いたっけね。聞いた気がするね。好きなテレビ番組とか、テレビとか見なさそうだもんね。よく聞く音楽。音楽は聞くでしょ、さすがに。音楽はどういうのが好き？音楽。バイオリンの曲、あ、聞いてる。よかった。アルファ波とか言われたらどうしようかなって思ったよ。なんか、交渉だね。そうでもないでしょ。そっか、習ってたんだ昔。それだけ。お経とかじゃなくてよかったよ。会話が弾まねえな
あ、気配りが順調。ちょっと気配りを50まで乗せて、てか芸術がめっちゃ高いな。芸術と流行めっちゃ高いな。運動がカスなんだけど。そうだな、流行、あ、なんか忙しそう。あ、ほんとだ、二人とも忙しそうだ。じゃあ何しようかな。デートでも誘ってみるか。デート誘って、まあ、サクチンだよな、ここは。もしもし。あ、サクヤくん、うん、合ってるっけ。サクヤで合ってる。私、卵飯、おもなだけど。あれ、卵飯さん、僕に何か。ごめんね、一日でも会えたら俺記憶が欠如するっていう脳に欠陥があってね。あのね、今が19だから26日に、前どこ行ったっけね、このこと。臨海公園行ったね。臨海公園行ったから、なんかちょっと楽しそうなとことかに行こうよ。商店街とかどう。商店街とか地味だけど。1月26日に商店街までショッピングに行かない？その日は。おーしよ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 し。じゃあ1月26日に駅前広場で待ってるから。わかりました。それでは。やった、早く1月26日が来ないかな。よくよく考えたらもう一人ぐらい多分キャラがいるよね。ってなるとおそらく運動なんだよ。あと必要なパラメーターは運動。マジでカスなんだよな。運動上げてくか。でも学力上げた方がいいよね。てか1年早ない。あ、水木どうしたの。どうしたの水木様。下僕体質がため息なんて珍しいね。卵飯さん。偉大な芸術家って最高に可愛い女の子が近くにいても気がつかないものなのかしら。時空の歪みが気になるんだよ。え、水木様はもしかして三原くんが好きなのか。どうだろう、そんなことないんじゃないかな。ちょっとどういう意味。それじゃあ水木が一番じゃないっていうの。はあ、もういい、今日は水木を一人にして。アビアント。これはどうしようかな。三原くん取るか。三原くん取るのはありだな。あ、でも普通に勉強してても芸術って結構上がるんだな。デートだよね、今日デートだよね。デートに行く。三原くん取るのありだな。服装はまあこれで間違いはないんだけど、前確かこの格好だったよね。上丈変えとくか。あ、コンビネーションにならないのか。そうだな、ボトム、あ、ボトムこれしかないのか。全身、なんか持ってなかったっけ。マジでこいつろくな服持ってないな。あ、一応標準っていうのがあるんだ。これと、まあこれでいくか。 OKOK 十分でしょう。あのスカートのせいで何もかも台無しになりそうだけどね。一日のデートが気になって仕方ないでしょう、あの柄。ごめん、待った。あ、卵飯さん。いえ、僕も来たところです。さくやくんは割と本当におしゃれだよね。普通に高校生とは思えない。今日は午後から暖かくなるんですか。あ、やめろやめろ、金がねえんだ。え、どうなんだろう。もし寒かったら上着貸しますから行ってくださいね。男気。ちゃんと時期を考えればよかった。これってさ、評価にどんぐらい評価し、あの、なんていうの、評価にどれぐらい影響してんだろうね。結構影響あったらやだな。冗談でやってるけど。え、特に会話なし。あの、これなんかどうでしょう。え、なにそれ、センス悪って言ったら確か前 K 君が大喜びしたんだよね。いや、どうなんだろうな。センス悪って言われて喜ぶのって多分 K 君ぐらいなんだよ。買っちゃおうって言ったらどうなんだろう。さくや君はそんな衝動買いする女はどうなんだろうね。いや、もうちょっと考えてからの方がとかならないかな。
でも迷うのってせっかくおすすめして、いやでもこれ選択肢が悪いな。うん、どうしようかな。考えちゃいますよね。おお。ゆっくり時間をかけていいものを選んでください。ええ子やええ子がおるぞ。まあまあまあじゃねえだろ。俺なりに頑張ってんだよ。今日はありがとう。楽しい一日でした。では今日はこれで、さよなら。さよなら。丁寧な子だ。あ、本当に酒屋くんが今のところ一番いいんだよな。とりあえず学力伸ばしたいんだけど、なんか運動がいきなり30ぐらい上がることってないのかな。クラブとか入ってみるか。とりあえず学力アップ。もう一周目はね、むちゃくちゃするぐらいの勢いでいいと思うんだよ。あ、三原くんだ。シキピョン？シキ様で行くか。いやでもなんか、様付けで呼ばれんのとかあんまり好きじゃないのかな。まあ無難にシキくんなのかな。ヒヨンのも良くないと思うけど、プランスって何？どういうこと？俺には分からないな。シキくん。一瞬かろ？シキくん。やあ、卵飯くん。いたね。いたねって何？一瞬帰ろうよ。ダメだよ、今日僕は忙しい。じゃあいたねって言うなよ。そっか、じゃあしょうがないね。うん、しょうがない。じゃあね。こいつちょっと怖いよな。仕方ない、一人で帰ろうっと。でも水木が好きな人の可能性があるからな、取りたいんだよな。奪いたいよね。あー難しい。勉強しても氷室先生の宿題は難しくなるばかり。ちょっと、あなた。え、怖い。何？はい。図書室は宿題をする場所じゃないの。本を読まないなら席譲ってほしいんだけど。何この人。あ、はい、ごめんなさい。氷室先生の宿題ね。はい、難しくてもう何が何だか。ちょっと貸してみて。すごい先輩、さすがですね。どうせ同級生でしょ。先輩？私あなたと同学年だけど。自分より賢い人を何でも先輩にする癖やめなさい。そうなんだ。あれ、でもどうして私の学年を。卵虫さん、あなたのノートに書いてあるじゃない、クラスと名前。この人もちゃん割とちゃんと呼んでくれるな、卵虫さんって。あ、そっか、なるほど。有沢志保です。有沢志保、よろしくね、有沢さん。譲ってくれる？席。友達は増えていくんだけどな、恋愛対象が増えないんだよな。そうでした。有沢さんか、頭良さそうだな。ちょっと怖いけど。順調に学力は上がってんだけど、さすがにちょっと買い物行くか。買い物行って、公園通りって何が買えんの？あ、雑貨屋、ブティック、ソフィア。あ、行ったことないブティック行ってみるか。いらっしゃいませ。おー、なるほど。あ、でも割と売ってるものは普通だな。よかったよかった。言うてもうすぐ春だから。あ、ゴローのファッションなんちゃら見てきたらよかったな。どういうことこれ。すげえ服やな。キャミソール1本。キャミソール1本で行くのは多分行かれてるから。何買おっかな。なんか行かれた柄のスカートないの？こん中で言えば、がぜんこれが行かれてんだけど。アイスクリームの柄ドーン。アイスクリームの柄ドーン買っとくか。10リッチ。で、ボトン、全身の、これデートに来て来られたら帰るけどね、俺なら。いや、でもできるだけ行かれた服って行きたさはあるよね。あー、すごい、アクセサリーも買える。バラのコサージュ、ひまわりのコサージュ。ひまわり可愛いよね。無駄遣いしちゃう。ベリーベリーのコサージュ、すごいなこれ。これでもなんかシキ君とか好きそうじゃない？高いな、自由って買うけどね。もう何でも買っちゃう。てか服ぐらいしか多分使い道ないよね、お金。そうだな、ハイウエストミニフレア、スパッツも買っといて、
なんでスパッツを買ったのかいまいちわかんないんだけど、あとはなんか晴れ着とか買うこともあるだろうから、そういうののために置いとこうかな。オッケーオッケー。何しに来たんだろう。ありがとうございました。うん、いい買い物したかも。気のせいだよ。あまりにも気のせいだよ。あれ、さくやくんだ。お、あ、卵飯さん、偶然ですね。割と普通だな。おばあちゃんのお風呂は1回だけやったな。何してたの。植物園に行ってきました。その帰りなんです。すっきゃな。植物園か、よく行くの。お前とも行ったろうが。はい、好きなんです。動物がまだこの世に生まれいずる前から、地球は植物に覆われていて。生まれいずる前から。そこはきっとどこまでも緑が広がる、とても静かな世界だったんだろうな、なんて。そんなことを想像するのが好きで。ふーん、想像してみると素敵だね。ちょっとバカにしてない？ふーんって。あ、ごめんなさい、突然話し込んじゃって。気の合う人と一緒だとつい。え、結構評価高いのかな。気の合う人だって。気の合う人ですって、奥さん。ではこれで、さようなら。うん、じゃあね。酒井くんって植物園が好きなんだ。そこじゃねえだろ。お前が黙るから向こうちょっと気まずそうやったやないか。クラブに入れないんだな。あ、有沙和と勉強すると学力めっちゃ上がったりする。上がんねえのかよ。上がれや、もっと。ピコーンって言って運動が下がんのマジで納得いかんないけど、何にも上がらなかったな。そうだな、どうしようかな。学力ちょっとテストでいい点取れるぐらいには持っていきたいんだよな。とりあえずアリサーと勉強する。いや、クラブに入るっていう手もあるよな。とりあえずアリサーと勉強して。なんかろくな終わり方しない未来が見えてんだけど、俺の進め方今見てる感じ。とりあえず学力を上げていきたい。あ、あそこで歩きながら本読んでるの、酒屋くんだ。一瞬帰ろ。喫茶店に寄ろ。酒屋くん、何読んでるの。あ、卵飯さん、これですか。ただの参考書ですよ。ねえ、お茶して帰ろうよ。お茶ですか。おお、やった。ええ、別に構いませんよ。よかった、それじゃあ行こう。どうしよう、今回いまいち面白いことが起こってないぞ。ところで、酒屋くん。はい、何ですか。テレビとか見なさそう。好みは食べ物を聞くのが一番悪いのかな。食べ物、酒屋くんの食べ物の好き嫌いってあるの。魚がちょっと苦手です。え、魚を食べられないの。いえ、食べられないわけでは。ただ頭がついてるとどうも睨まれているような気がして。幼児か。あと、熱すぎるものや冷たすぎるものが苦手で。おばあちゃんか。かき氷を食べたりすると頭だけでなく、なんだか体中がキーンとなってしまって、涙がポロポロ。恥ずかしいんですけど。なんだろうな、なんかおばあちゃんとお話をしている気持ちになってくるな、このこと話していると。おばあちゃんを思い出すな。へえ。ばあちゃん、おばあちゃんって呼んでいいかな。あ、イベントが起こるな。さてと、今日も一日無事に終了。あ、そろそろバレンタインデーだっけ。チョコレート買いに行かなくちゃ。あ、女の子目線でのバレンタインを迎えるっていうのは初めてだな。ときめもではいつもなんかもらう側を期待してたけど、今回はあげる側なのか。さてと、どうしようかな。高級チョコ買うよ。高級チョコを買った。ギリチョコも買おう。じゃあギリチョコ買った、家帰ろう。ありがとうございました。よし、家に帰ろうっと。これは二人にまで渡せるってことなのかな。俺はもう朝の5時過ぎ、何か忘れているような。え、何。そうだ、手作りチョコどうしよう。え、作る、作るよ。やっぱり本命といえば手作りチョコ。よーし、頑張るぞ。ちょうど3人いるな。え、なんかさせられる。え、手作りバレンタインチョコを作ろう。この絵めっちゃ面白いな。左スティック、
つくしくんが指示を出している間に、あーなるほどなるほど、左右のスティックを操作します。なるほどね、回転があるんだ、回転の方向が。オッケー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 。裏返しに、何裏返しって、この時は、おお、はい、難しいことをさせるな。それじゃあいくよ、はいはい、裏返し、ほいほいほい、ほい、あ、これ俺こういうの苦手なんだよな。姉ちゃん頑張れ。うん、頑張る。ほい、あ、間違えた。あ、なるほどね、そういうことか。ほい、待ってよ待ってよ、頑張る頑張る、俺頑張るから、頑張るからね、みんな。うわー、はい、これ結構むずい。ほい、ほい、もうちょっとだよ、普通に出せお前は。ほい、裏返し出すなよ、裏返し出すなよ。こう、ラストラストラスト、うーガーン、むずいわこれ投げるな普通です、うるせえ。チョコを作り直しますか、8時投稿。いや作り直すでしょこれは。ちょっと頑張る頑張る。ほい、え、びっくりした、はい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 、はい、ほい、あちょっと、いやこれちょっと待ってね、これちょ黙っちゃうわ、ごめんね、黙ってないけど。よいよ、L の逆とか来られたら気狂いそうやな。間違えた、いや無理だ俺これ、逆側されんの。こう、こう、いけてる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 よいけてるよ。よいいよ、ういよ、ラストな、ラストな、普通の来て、こう、けー、これ悪くないでしょ、どう、おしよ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 し、いいでしょう。これでこれをさくやくんに渡します。いえいえ、いきます、こんなもんでしょう2回作っといてなんだ、渡すのが楽しみ。よし、このチョコでいざ勝負。さて、ちょっと休もうかな。女の子にチョコとかって渡さなくていいの？姉ちゃん、起きてるか？あ、つくし、つくしが小学校に行くスタイルだ。じゃあこいつマジで小学生なんだ。あ、つくし、ノックしなさいっていつも言ってるでしょ。姉ちゃん、何してるかわかんないんだから。せっかく気持ちよくなってたのに。気持ちよくね。ま、遅刻してもいいんなら別にいいけど。ほら、ちょっと今危ないことを言ってしまったな。え、もうそんな時間？ほんじゃ、俺は先に学校行くから行ってきます。こいつクソほどもらうんだろうな、チョコレート。早く支度して学校に行かなきゃ。ギリチョコをあげるのは、ギリチョコをあげるのは氷室は爆弾でしょう。ギリチョコをあげるのは三原ですギリチョコはやっぱり四季くんかな。四季くん。やあ、たまごみしくん、どうかしたの？こいつ絶対内心ドキドキしてるからな。意外とチョコレートもらえないだろうお前。はい、バレンタインのチョコレート。まさかこれを僕に？ちょっと怒ってる？え、うん、君は間違えてる。僕に渡すチョコはこういうのじゃないなんだこいつ、次からは怒られたチョコレートあげたら怒られたんだがそんなことあるさて、高級チョコレートは誰にあげようかな。高級チョコレートは葉月。高級チョコはやっぱりケイ君。まあ絶対高級チョコは四季だったんだろうな。こんなことある
チョコレートあげて怒られるって何？あいつ何なんだマジで。ケイ君。なんだ。はい、これバレンタインのチョコ。どうも。こんなものかな。うほほほ。あいつこそギリでよかったな。チョコレートって高いやつマジで高いんやからな。さあ頑張った、頑張って作った手作りチョコあげるならやっぱり。サクチン。やっぱり手作りチョコはサクチンでしょう。サクヤくん。え？あ、卵飯さん。君はあんまりもらってなさそうだね。安心して渡せるね。はい、バレンタインのチョコレート。あ、もしかして手作りですね。どうもありがとうございます。喜べ喜べ。ベロ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 しろよ、ちゃんと。ま、こんなものかな。なんだろう、なんかなんやろ、この虚無感というか寂しさ。もうちょっとなんか、もうちょっと引っ張ってほしかったな。なんかもうちょっと顔赤らめるとかさ。寂しいんだけど。勉強しよう。あー、芸術と勉強、学力が順調なんだけど、マジで運動がどんどんカスになっていくな。有沢と、ちょっと今週もちょっと勉強に精を出して。てかもしかしてさ、有沢と勉強するとってそんなに学力伸びてない？気配りばっかり上がってる気がするんだけど。寝るか。今日はちょっとデートはね、デートはちょっと待ってくれ。俺もうパラメーター一回全振りするわ。パラメーター全振りして、これ普通に勉強すんのと有沢と勉強すんのとどっちが上がるのかみたい。なんで流行が上がるんだよ。オムナちゃん。お、そういう名前やろ自分。変なやつ来た、怖い。おお、あんたか。ええ、最近男子どもの間で噂になってんで、なかなか可愛いな。ちょっと待って、声優のチョイスおかしくない？おっと、俺は騎乗窓か。女みたいな名前やけど、実はこう見えても女やね。ほんまか、工藤。あかん、いきなり外してもな。ああ。まあええわ。おむなちゃん、今度俺とデートでもせえへん？って、ああ忘れとった。あんまり無理して名前呼ばなくてもいいですよ、ちょっと呼びにくそうだし。今日ガソリンスタンドのバイトの面接やったんや。ほんじゃすまんけど、また今度な。騎乗窓川くんか、ちょっと軽そうだけど面白い人だな。なんかあった気がするけど、まあいいや、気のせいでしょ。次週日曜課外授業。はい、行きます。今回は植物園を見学する。午前10時公園入り口に集合だ。行きます。行く。えい、あげちゃう。あ、でもこれデートの予定が入ってたらダブルブッキングになっちゃうんだな、きっと。よろしい。では次の日曜、挙手した者は必ず集合するように。はい、以上、ホームルームを終了する。今度の日曜日か、寝坊しないようにしなくちゃ。じゃあ植物園行って終わるか。あ、結構イベントが起こるね今日は。行政おしゃべりしてたらすっかり遅くなっちゃった。あれ、有沢さんだ。有沢さん、卵飯さん。おお、卵飯さん、珍しいね有沢さんがこんな時間まで。ええ、ちょっと氷室先生に数学の質問をしていたら。いけない、今何時？いけない関係になろうとしない、氷室先生と。今は予備校に遅れちゃう。予備校。有沢さん、ごめん、私急ぐから。じゃあね、あなたも早く帰って勉強した方がいいわ。有沢さん意外と可愛い声だな。てかさっきのまどかくんって、多分俺まだ説明書見てないんだけど、沖合さんだよね声。沖合さんの関西弁なんて初めて聞いたよ。あれ、夏美ちゃんだ。一緒に帰ろう。夏美ちゃん。あ、オムナ。あんたも今帰り。いやー、響くなやっぱり藤井さんのオムナは。オムナね、一緒に帰ろうよ。オッケー、道連れゲット。お、今日はどこに連れてってくれるの。じゃあ帰ろう。
そうね。もう期末期末ってさ、周り中ピリピリでストレス溜まりまくり。そんなこと言って、夏美ちゃんちゃんと勉強してる？やんないよそんなの。私時間は有効に使う主義だもん。じゃあ勉強しろ。開き直ってる。でもそっか、もうすぐテストか。いやでも今回勉強と芸術に全振りしてるからね、結構いけると思うんだけどな。いけると思うんだけどな。ちょっと自信がないな。課外授業行くか。よかった間に合った。全員揃ったようだな。それでは出発する。本当に小安さん、こういう声というかこういうキャラの声やらしたら、それでは館内に入場する。出席番号順に一列に並びなさい。これで園内を一周したことになる。諸君、感想を聞かせてもらおう。それでは、卵飯。無理に読まなくていいんですよ、先生。あの果実、おいしそう。バカがおるな。花は人の心を和ませてくれます。熱帯の植物って不思議な形ですね。いやー、これはどれだ？花は人の心を和ませてくれます。これで OK なんだったらもう課外授業なんてしなくていいですよ。先生。熱帯の植物って不思議な形ですね。これがいいんじゃないか？ほん。そうだ。熱帯の植物は種の存続を多様性に託してきた。観察のポイントだな。ああ、いいんじゃない？やったね。バッチリ好印象。ほら来た。ちょっとひねった答えを出した方がいいんだよ。こういう先生には。今日の課外授業、とても勉強になりました。よろしい。君の学習態度は関心に値する。次回もまた参加するように。でもそんなに頭が良くないっていうのが悲しいよね。よろしくお願いします。ではここで解散する。寄り道せず各自まっすぐ帰宅するように。先生ありがとうございました。おお、今日から期末だ。じゃあ次回期末テストからやっていきますか。また次回この続きやっていきますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。